皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルでございます。バイク屋の日常とかですね、あと、販売しているバイクの紹介とかですね、基本的には喋っている動画でございます。はい、ですのでね、そのあたりをご理解いただいて、はい、例えばね、なんとかの紹介と車両が出てきてこうやるんじゃないかとかね、ただ喋ってるだけ、ね、勘違いされると困りますので、あ、じゃあいいやった、ね、止めていただく、ね、他の回します。そういうのでももちろんいいわけですが、ラジオのようにですね、聞いていただけると、幸いなのかなと思うわけでございます。さあ、今回はですね、古いカタログじゃないんです。新しいカタログを見ながらですね、また私のヨタ話に付き合っていただくコーナーということで、こんなバイクがね、出るらしいんですよ、これね。うん、カタログが、それで、オプションカタログがね、こうあって、2冊だからなりますね。はい、でこちらが、欲しい方はですね、ホンダのホームページからカタログ請求というのをしていただいて、送ってもらえると思いますんでね。はい、販売店では一部いくら、販売店は買ってるんですよ、これ。だから販売店に行ってくださいってね、カタログ一通り一式もらっていいですかって、全部ね、全車種のとかね。そうするとですね、まあ、もちろん買っていただけると、車両1台でも買っていただければね、販売店は嬉しいわけですけど、ただカタログだけもらうっていうことになってしまうと、販売店は泣いてしまうんですって。そんなことないですか？そんなことない。あ、そんな別にどうせ余っちゃ、最終的に余って捨てちゃうんだからみたいな。あ、そんなね、電話ですよ。どうしちゃったんですかね、この電話ね。はい、出てるモーターサイクルです。タイヤと、フィルターとか来ましたので、はい、一応いる予定ですけども、ただお預かりになっちゃいますね。お時間かかっちゃいます。はい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 、そうですね、まあ1時間ぐらい見ていただければできるんじゃないかと思うんですけど、はい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 、よろしくお願いします。はい、どうも。はいはいはい、失礼します。タイヤ庫、スーパーモレ前庫、あとエアフィルターとかね。さあ、これね、でちょっと見てみましょうね。あ、そう、結構ね、余っちゃったりするからっておっしゃってましたけど、どうなんですかね。うちも一回見たことあるんですよ。キムコの方、何でもいいですから。最初、ホンダ、ヤマハ、スズキ、なんかって言われたんですよ。原付きのないですかって言われて、あ、ないですね。なんだったらありますかって。いや、キムコならありますけどって。あ、じゃあそれください。で、キムコの方もね。やっぱカタログ見ながらいろいろね、比較するのも楽しいかもしれない。やっぱりね。はい。なんかアウトドアをちょっとね、やっぱりフライフィッシングですか、これ。ね。こういうところまで、バイクで入ってていいんですか？今はね、すぐこう、苦情が来ますから、こういうところになんかこう、あ、青山ってナンバーがあるんですけど、写真のナンバープレートは撮影のために用意したものです。だから実際はないんですか？青山市ってないですもんね。青山区とか。だから、撮影のために、だからこれ乗ってここまでなんじゃなくて、持ってきてね、とりあえずこうナンバー付け替え、こういう付けたとか、そういう理由でいいですか？このまま走っちゃったらまずいですもん ね。難しいですね、最近はね。もうすぐね、こういうところにね、プロの指導のもと、専門家の指導のもとやっておりますとかね、やれ、許可を得てやってますとかね、めんどくさい時代になりましたよね。さあ、そんな感じでね、アウトドアをイメージしてね、こんな感じね、スタンディングで、カブってあんまスタンディングで乗らないですもんね。乗らないですよね。立ってそば持ってなんてね、やってないですよね。昔はそばこう片手で運転できるようになったんですよ。だから右側に、右のハンドルスイッチにウインカーもついてたんですよ。だ、右手でスロットル動かして、ブレーキ右でしょ、で後ろのブレーキは足でやりますから、左は別に何も添えてるだけなんですよ、基本的にはね。ホームボタンがあるか。ホームボタン左前は、まあでも日本だとホーン鳴らさないですから、っていうか鳴らしちゃいけないんですよね、やたらめったらね。どういう時に鳴らしていいんですかね、ホーンってね。よくわかんないですけどね。うん、外国行くとね、しょっちゅう本鳴らしますよね、皆さんね。うん、で、後ろから来てますよとか、ね、その方がいいと思うんですけど、なんかね、こう、ピッピッっていうパターンと、
ピーっていうパターンとね、やっぱりなんかこういろんなパターンがありますけど、まあピピっていうぐらいだったらいいんじゃないかなって思ったりしますけどね。こんな感じで、はい、そばこうやって持ってで以上ね、こういう感じでいいじゃないですか。好奇心が新しい道になる、もういいですね。自然は面白いこれね、まあいろいろとね、まあ戦略があるわけです。心を捉えて離さない現代のハンター株。昔のハンター株はね、心をつかめなかったんですよ。お、随分辛辣なこと言うねって。あの、私の心をつかみましたけど私はつかまれちゃいましたけどね、買っちゃいましたけど、あの多くの人は買わなかったんですよ。心をつかめなかったんで。現代のハンター株は今の人の心をつかみますか、ね、実際それで、それをねちょっとね、私は今から楽しみにしてるんですよ。私の心もつかまれちゃってるんで、もう買っちゃい注文してますけど。バカでしょ、うん、バカなんですよ。だから自分が外にいてね、いや買わねえよって言ってやってんだったらいいですよ。いやこれいいですねとか、それもなんか嘘っぽいじゃないですか。よくね、いやこれ欲しいな、これいいですねなんて言いながら自分は買わないっていうね人いるじゃないですか。まあ、ジャーナリストとか普通そうなんですよ。買わないんですよ。あこれはいいですねなんて言いながら実際は買わないですよね。うん、大体そうなんですけど、私は買って注文していながら本当に売れんのかよなと思って言ってるっていうね、逆のことやって。普通は買わないのに、いやこれいいですよっていうのに、買っていながら、いやどうかななんて言っちゃうところが面白いでしょ。ダメですか、そういうのは。そういうのもあっていいですよね。買いながらいいですよっていう人もいるし、買わないでダメだよこんなのっていう人もいますしね。だからこの逆のパターンがあった。でカタログはまあこんな感じに終わるわけでございます。はい、8.8馬力4000回転、タイヤはね809017っていうサイズですよ。前後これなんか井上さんのタイヤですかね、なんかあのカタログみたいなあったんですけど、同じパターンのがね、セルフ式キック式併設。まあキックなしで1万円安い方が良かったかな。そんなことないですかね、まあ、キックついた方がいいですよね。どうせ後からつけるんだから、ついてないって言うとね。オプションについてなかったじゃないですか。オプションでプラス1万5000円で、で43万ぐらいにしてね、少し安くして1万円安くして1万5000円でオプションでつけるっていう風にした方が良かったんじゃないですかね。あくどい。そんなの、まあ、本カタログよりこっちの方が楽しみですよ、オプションカタログ。で、私あのこれ見た時にね、一番ちょっと物足りなかったのはフロントキャリアがなかったんですよ。ついてましたよね、オーストラリア仕様とかね、フロントキャリアね、あれが欲しかったんですよ。そしたらね、このカタログ、まあ、とりあえず、まあ、一通り見ますか、カタログね、こういう。これ何ですか、これね、これこういろんなオプションパーツカタログがあるんですけど、もう各社とコラボしてるんで、これ全部みんな社外品なんですよ。あのね、ベトキャリーみたいなのありますよね、ベトキャリーみたいなのね。あとまあグリップのなんかいろいろとか、まあいろんなのありますよね。うん、キタコのブッシュガードいいじゃないですか。ステンレスだと18,700円、ステンレスがいいですよね。ステンレスなんだ、これステンレスなの、ステンレス製ポリッシュ仕上げなんだ。それが18,700円ですって。でブラックはあります、スチール製でブラック塗装、それは17,600円。ステンレスがいいですよね、錆びづらいですから。ステンレスはね、黒か、難しいな。あとスキットプレートもありますね。これもブラックとシルバーあるんですけど、あの工事現場みたいなあの滑り止めのタイプのやつで、これ賛否両論分かれるパターン、ね、まあ、この辺りはいいんですけど、ね、こう見ていくと、そうするとカスタマイズパーツ、これ森脇さんですか、ね、森脇さんのマフラーついてますけど、これ高いんですよ。63,800円、森脇さんのマフラーはね。デザインどうですか、これお好みになりますか、何がいいですか、どれがいいですか、うん、ね、まあいろんな、あと、あ、そう、これですよ、フロントキャリア、メッキじゃない、ステンレスだったらいいのにね。これでも安いんですよ、キタコのフロントキャリア5,500円、スチール製ブラック塗装で、錆びるじゃないですか、ね、見栄え悪くなってくるんで、もちろんだメーカーとしてはまた買い替えてくださいっていうパターンなんでしょうけど、まあ、メッキはメッキでね、ブツブツ出てきますし、これステンレスのポリッシュ系仕上げだったらよかったですね。なんでステンレスじゃダメなんですかね、ステンレスは作れないんですかね。値段塗んなくていいからね、その分や値段6600円でしたらステンレス塗れるんじゃない。前はメッキでしたよね、古いやつはね、あとはあの2人乗り用のステップはタンデムステップはついてるんですけど、シートついてないじゃないですか。私あの昔 CT100 等にうちの時効ですよ時効でいいですか、ダメですか、うちのあの父親をね、はい、うちの父親もいい年なんですけど、
その頃ももういい年だったんですけど、あの座布団を引いてね、 CT100 等の後ろの荷台に座布団を置いて、ここに座りなっつってポッて乗っけて、それであの私ちょっと1回だけ乗ったことありますけど、いい年ってことありますけど、ダメですから、タンデムステップついてなかったらダメなんですかね。まあ時効ということで、もう何十年も前の話ですからね。はい、こういうピリオンシートね、竹川さんですかこれは、竹川さん7920円だそうです。はい、ありますね。だから2人乗りされる場合はね、これつけてね、タンデムステップはもう初めからついてるからいいですよね。もうなかなかね、ここ見てるね、あ、このマフラーがね、やっぱり皆さんなかなか、あ、これだよなって思うか、いわゆるマフラーガードが、マフラープロテクターが昔の CT100 等みたいな、あとモンキー、ダックスとかね、あと、まあ、古い CL なんとかとかいうデザインなんですよ、このね、穴がね、こう長い穴がピピピピってあるやつね、これいいですよね。日本出しなんでね、スクランブラーマフラーっていう、そうです、竹川さん、ただ49,500円、で液パイのとこはなんかステンレスみたいですよ。でサイレンサーは鉄の黒シア黒塗ってあるっていう風に書いてありましたけど、よくわからないんですよ。そう書いたんですよ、 CL72 風のスクランブラースタイルに仕上げていますって。でエキゾーストパイプはステンレス製バフ研磨仕上げで、サイレンサーはスチール製ブラック塗装って書いてあるんですけど、出口のところはシルバーのこのパイプじゃないですか、出口がね。これあー、でもサイレンサーだけ確かに黒いような気がするな。これあれですか、じゃあ出口のところはまたステンレスで、サイレンサーのところだけ本当鉄にして、他のところは鉄、ステンレスと鉄でつなげて溶接してあるって、あの M ファクトリーさんのね、レーシング S のマフラーと一緒ですかという感じですよこれね。どうですか。何を言わんとしてるのか分かんないですけど、なんかやっぱりノーマルが一番バランスがいいかなっていう気が私はしますね。はい、これ私の勝手なあれですからね、勘違いしないでくださいよ。もう少しね、ここのとこがね、ここの液パイ、ここがね、後ろの部分とのバランスがあんま良くないのかな。後ろが大きいからですかね。だから太、もし太い、純粋はプロテクター大きいじゃないですか、これが。それで多分バランス取ってるんじゃないかと思うんですけど、デザインのデの字も学んだことがねえくせに、何偉そうなこと言ってんだよおめえはよってね、いうコメントが来そうだ。そんな、そういうコメントする人はいないですかね。そんなね、はい、まあこんな感じでね、はい、いろんなプロテクターとかね、いろんなものがあっていいじゃないですか、オプションね。あとオプション、他のアイテム、アザーアイテム、アザーアイテムっていいですか。まあ、シートカバーとかね、いろんなのありますけど、北米仕様、昔の北米仕様チックなシートとかあったらいいですよね。これシート屋さんに張り替えに出してね、おしゃれなにしてもいいかもしれないですけど、で他にもあと、まあミラーだとか、あのベッドキャリーみたいなんですね、これセンターキャリアキットとかね、こういうのとか、まあ、いろんなのがあると、あとカブらしくないですけど、アルミビレットレバーとかね、ちょっとカブっぽくないですけどね、まあでもそういうのもやっぱあるね、ウインカーはないですね、初めからやっぱ LED だからですかね、このこれ CT100 にこれつけたいですね。CT100 と四角いウインカーじゃないですか。で、自分のやつは LED の玉入れてあるんですよ。自分の、私の持ってるやつはね、LED の玉入れてるんですよ。で、テールも LED で自分で、あの、基板にピピピピってつけて、それつけてあるんですよ。で、電装 12V ね、お決まりで 12V にしてあるんですよ。MD90 のあのレギュレーター使ってね。それで YTX4LBS、それ入れてあるんですけど。はい。で、インジケーターのところも、あの、配線加工してね。一方通行にしてちゃんと点滅するようにしてるんですよ。でもちろんそこの電球の部分も LED にしてますけど、基本的にそういう遊びをしてるんですよ。でも初めから LED のこういうやつにしたいですよね。 薄いしね、これいいですよね。つけられるんだったらこれつけたいですよね。まあ、あと純正アクセサリーがね、まあ純正アクセサリーに関しては他の車種と共通、いわゆる箱ね、こういう箱、色と、これ色あったらいいですよ、赤とかね。でも郵便屋さん見て見えちゃうんで、赤つけちゃうとね。でグレーだったらグレーいいですよね。なんかクロスカブとかはなんか軍用っぽいなんかオプションだったかと思うんですけど、なんでないんですかね、 CT はね。あとグリップヒーター、まあお決まりグリップヒーターがあり
ですね。で、あとアクセサリーソケットっていうの。なんかこう、やっぱりこう、ちょっと、ちゃんとつくといいですよね。はじめがつけてほしいです、これね。ね。初めがつけてるのにね、これ、オプションで3300円。ちなみに、取り付け時間 0.1H ってすごい簡単じゃないですか。そんな簡単につけられるんですか、0.1H って。ちなみにグリップヒーターはですね、1.0 ですよ。ドリーム店でやったら1万円以上工賃がかかりますね。うん、まあ、他のもいろいろありますが、はい、まあ、こんなね。私ね、これ見た時に思ったんですよ。最近こうなってるじゃないですか。純正アクセサリーがもうほとんどなくて、社外、いわゆるね、他のメーカーのアクセサリーがいっぱいある。ですよね。これ昔に戻ってますよね。昔に戻ってるって言うと変ですけど、私、プロジェクトなんとか、プロジェクトなんとかっていうのあるじゃないですか。あれでね、ホンダのあれを見たんですよ。で、いいんですよね。で、岡持ち。ホンダじゃないと岡持ちを作って、それで、それをアクセサリーでつけたらいいんじゃないか、スーパーカブに。で、なんかやってたらしいんですけど、で、それを見た、総一郎さんがですね、何バカなことやってんだって言って怒ったっていう。あ、社長見てください。今度こういうの作ったんですけど、これ売れますよねなんて言ったら怒られたっていう。うちはバイク屋なんだからバイク作ればいいんだって。そういう、あと、そういういろんな部品っていうのは、そういうのを作る業者があるんだよって。そういう人たちの仕事を取っちゃいかん。はい、ベテルモーターサイクルです。はい、どうも。間違い電話。そう。それがね、やっぱり、いいですよね。考えてることがすごいですよね。だから、ほら、バイク屋がその何でもね、いわゆる、やっちゃうっていうんじゃなくてね。バイク屋、バイクをその、元となるバイクを作りゃいいんだと。で、その周りに付随するいろんな部品をね、作るのはそういう会社があるんだから、その会社の仕事を取っちゃいかん。これが本田宗一郎っていう人なんですね。面白い人ですよね。商売を考えたら、経営者としてはやっぱりおかしいんじゃないかっていう、気がしないでも、いや、でも、いいですかね。やっぱいいものを作って、ちゃんとね、オートバイっていいものを作って、っていうことであればいいですよね。だから、なんか戻ってる気がするんですよ。純正アクセサリーがもうほとんどちょっとしかなくて、他はみんなほら、カスタマイパーツ、社外品ですから。だから、初心に帰ったっていう。ね。いい。無理に褒めて、忖度。無理に褒めて。忖度です、これは。はい。何だかよくわかんないですけどね。はい。そんな感じでね、ここまで、私のまたつまらない話ですね。お付き合いいただいた方、皆さんありがとうございました。CT125。6月26日発売、メーカー希望小売価格44万円だそうでございます。全国のホンダ正規販売店、で、販売、今予約受付中ということだと思います。思います。はい。ですのでね、見てビビッときてね、うっ、ちょっと欲しいかもっていう方はですね、お店に行って、そして、予約していただければ幸いでございます。はい。でこのカタログはね、うちで1台をちょっと頼んでいただいている方がいらっしゃいます。こちらに差し上げます。はい、ものでございます。はい。それを見て、自分で私が見ちゃっていいんですか。ダメです。本当はダメです。まあ別に、そんなね、あれですけど、はい。そんな感じで、店長武蔵チャンネル、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆様からのコメント等お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。失礼します。